望み通りの人生を歩むために。本書は、あなたの願いをすべて叶える引き寄せの法則とは何か、そしてどうしたら望む通りの人生を歩むことができるのか、その方法を見えない世界の存在であるエイブラハムが教えてくれる本です。エイブラハムの伝える引き寄せの法則とは、自分自身と似ているものを引き寄せるという宇宙の法則。私たちの住む地球上でも、この法則がいつどんな時も働いており、この法則に従って私たちを取り巻く現実は動いています。引き寄せの法則を理解し、実生活に生かしていくことにより、自分の願いを叶え、望み通りの人生を送ることができるのです。これまでどのくらいの人がエイブラハムのメッセージに触れ、それを毎日の中に取り入れ、人生を変えてきたのでしょう。私もその一人です。私とエイブラハムの本との出会いはちょうど5年前。あの時私は、私の探していた人生の秘密はこれだ、と確信したのです。昔から自分の考えていることと現実に起こってくることには何か関係があるのではないか。そうだとしたら、自分の人生を自分の生きたいように変えていける方法があるのではないか、と感じていたのですが、その答えがすべて書かれていたからです。エイブラハムに出会った日から、私は来る日も来る日も、その教えを実践してきました。エイブラハムが教えてくれたことは数限りありません。エイブラハムはいつも私と共にあり、私の変化を見守ってくれていたように感じています。そして、エイブラハムに出会った時に抱いていた望みはすべて叶い、私の人生は、制限がたくさんある退屈なものから幸せと喜びあふれるものへと一変しました。私がこの本の跳躍版をこうして出版できたこともその一つです。エイブラハムに出会って間もない冬の寒い日、エイブラハムの引き寄せの法則をわかりやすい言葉でたくさんの人に届けたい。そう願ったことを今でもよく覚えています。そしてその願いは今叶いました。目に見えないこと、スピリチュアルなことをにわかに信じられないという人も多いかもしれませんが、たとえそうであっても、本書の内容を少し自分で実践してみるだけで、それが真実だとわかります。本書によって、一人でも多くの人が心からの願いを叶え、人間の本来の姿である、喜びに満ちた人生を取り戻せますように、と願ってやみません。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、跳躍、引き寄せの法則、エイブラハムとの対話という本をご紹介したいと思います。皆さん、エイブラハムってご存知ですか？本チャンネルでは、スピリチュアル関連の本もたくさんご紹介しておりますし、特に、引き寄せの法則関連の書籍には、必ずと言っていいほど出てくる名前なので、聞いたことはあるという方もいらっしゃると思います。まず、エイブラハムを語るのに欠かせない人物をご紹介します。ヒックス夫妻です。人生の様々な疑問に向き合っていた夫のジェリー・ヒックスが、その妻、エスター・ヒックスと共に、知人の勧めで瞑想を始めたところ、エスターがエイブラハムのメッセージを受け取ることができるようになっていったんです。そのメッセージによると、エイブラハムは人類よりはるかに次元の高い存在で、無数の英知の集合体。エイブラハムはエスターの体を借りて、ジェリーに宇宙の法則、つまり引き寄せの法則について語っていくことになります。エイブラハムのホニャララという書籍はたくさんあるのですが、その多くはこのエイブラハムへのインタビュー内容をまとめているものになるんです。ただ、ここで一つちょっとした問題が出てきます。このエイブラハム関連の書籍、とても難解なものが多いのも事実なんですよ。海外翻訳本ではよくありますが、その文章の意図を読み解くのにも頭を使うため、読み進めるのにとてもカロリーがかかるものってあるじゃないですか。特にこのエイブラハムのように新しい概念を説明するようなものは、その内容も難解で、さらに読み解きも難しいとなると、どうしても挫折してしまう方が出てきてしまうんですよね。ですが、本書は奥平アニーさんによる跳躍。まさに引き寄せの法則、エイブラハムとの対話などで人生を変えた奥平さんが、多くの方に引き寄せの法則を伝えたいという思いから、できるだけ読みやすく
わかりやすく訳されたのが本書なんです。本チャンネルでも奥平さんの書籍をいくつかご紹介させていただいており、どれもわかりやすく素敵な本ばかり。そんな奥平さんが原書のエッセンスはそのままに、大切なメッセージ、引き寄せのコツをつかみやすく伝えてくれ、最後まで楽しみながら読むことができる内容になっているのが本書なんです。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。あ、エスターに降りてきたエイブラハムとジェリーが対話を始めるみたいですよ。それでは貴重なインタビューの様子を覗かせてもらいましょう。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。おはよう。あなた方と話すことができて嬉しいよ。エスター、ジェリー、ありがとう。今回は地球の皆さんにエイブラハムを紹介するだけでなく、見えない世界の役割を知ってもらう助けにもなるはずだ。地球という物質世界と見えない世界は切っても切り離せないんだ。エイブラハムというのは一人ではなく、同じ意志を持つ複数の存在からなるグループなんだ。エイブラハムは広く深い知識を持ち、あなた方を導く教師として存在している。私たちが伝えることをその言葉だけではなく、あなたが実際に経験して初めて学びになり、本当に理解できるということを覚えておいてほしい。宇宙のすべてに作用している宇宙の法則がある。これらの法則は永遠のもので、絶対的なものだ。この法則を理解し実践すれば、あなたの人生を望み通りに引き寄せていくことができる。あなた方は地球に肉体を持って存在しているが、実は肉体よりはるかに大きな存在なんだ。見えない世界のエネルギーが一点に集中し、映像として現れているのがあなたなんだよ。その見えない世界のあなたを内なる存在と呼ぶ。あなた方は生まれる前は見えない世界にいて、生まれてからは物質世界にいると思っているかもしれない。けれど、地球という物質世界にいる今も、見えない世界に同時に存在しているんだ。人によっては、この見えない部分をハイヤーセルフや魂と呼ぶ。どんな呼び方をしてもいいけれど、あなたの内なる存在を認識することはとても大事だよ。これから、その宇宙の法則、そしてその法則を意図的に利用する方法をお伝えしていこう。あなたは自分の人生の作り方を思い出し楽しむだろう。そして何よりも、あなたがありのままを受け入れる方法を学んだ時に手に入れる自由はとても価値があるものだ。引き寄せの法則とは、まずはじめに宇宙の法則である引き寄せの法則について詳しく教えてください。一番強力な法則だということですが、まずは何を置いてもこの引き寄せの法則を理解してほしい。そうすればあなたの人生やあなたの周りの人の人生すべてを理解し納得することができるだろう。あなたの目の前に現れるすべての現象、すべての経験、すべての人の人生に引き寄せの法則が働いている。喜びにあふれた人生を送るには、引き寄せの法則に気づき、それがどのように働くかを理解することが不可欠なんだ。引き寄せの法則とは、自分自身と似ているものを引き寄せるという法則だよ。類は友を呼ぶというのは、まさに引き寄せの法則のことを言っているんだ。朝起きた時に気分が優れず、その日は何もかもうまくいかず、しまいにはベッドから出なければよかった、なんて言うとき。また仲間内で病気のことばかり話している人こそ病気で、景気のいい話をいつもしている人は豊かだと気づくとき、この法則が真実だとわかる。この強力な法則を理解し始めると、身の回りでその証拠を見つけることはわけないだろう。あなたがいつも考えていることが、
あなたが実際に経験することに正確に反映していることに気づき始める。偶然に経験することなんて何もないんだよ。あなたが全てを引き寄せているんだ。例外は一切なくね。引き寄せの法則は、あなたがいつも頭の中で考えていることに働いているから、あなたがあなたの人生を作っていると言って間違いない。あなたの経験は、あなたの思考に引き寄せの法則が反応して引き寄せられているんだよ。引き寄せの法則をよく理解するには、あなた自身を磁石だと考えるといい。あなたの思考と感情の性質と同じものを引き寄せる磁石だと。だから、自分が太っていると感じたら、スリムな体を引き寄せることはできないし、お金がないと感じながら豊かになることはできないんだよ。それは法則に反するからね。すべてはあなたの思考から始まる。引き寄せの法則の力を理解するようになるにつれて、自分の思考を意図的に選択しようとするようになるだろう。望む望まないに関わらず、あなたが考えていることを引き寄せるんだからね。例外なしに、あなたが思考を向けたことを、あなたは自分の経験として引き寄せ始める。欲しいものや起こって欲しいことを少しでも考え始めると、引き寄せの法則によってその考えはどんどん大きくなり、どんどん強力になる。逆に起こって欲しくないことを考え始めると、それも同様に引き寄せの法則によってどんどん大きくなる。そうやってその思考が頭の中で大きく強力になれば、あなたがそれを経験として引き寄せることがより確実になるんだ。あなたが経験したいことに目を向け、そう、私はそうしたいんだ、それが欲しいんだ、と思えば、あなたが向けた関心によって、それを本当に経験することができる。逆に、経験したくないことに目を向け、それは嫌なんだ、いらないんだ、と思えば、同じようにその関心によって、望まないことを経験の中に引き寄せてしまう。例外はないよ。あなたが関心を向けると、それがあなたの波動となり、その関心を向けた状態がある程度の時間続くと、引き寄せの法則によって、それがあなたの経験に現れてくる。嫌だ、そんな経験はいらない、と言っても、それは関心を向けているのと同じこと、引き寄せようとしているのと同じことなんだ。つまり、脳なんてこの世界にはないんだよ。脳という関心を向けると、イエス、私の経験の中においで、と引き寄せていることになってしまうんだから。思考には磁力がある。引き寄せの法則の磁力は宇宙全体へと届く。あなたがどんなことに関心や思考を向けるかによって、あなたの人生で出会う人、起こる出来事、すべての環境や状況が決まるんだ。あなたの思考と同じような波動を持つものが、磁力で引き寄せられてくるんだよ。望む望まないに関わらず、あなたが考えていることと同じ性質のものがあなたに返ってくる。乱暴なドライバーに意識を向けていれば、ますます乱暴なドライバーに出会う。サービスが悪いとぼやけば、どこへ行っても満足したサービスは受けられないだろう。あなたが関心を向けると、それが引き寄せられてくるんだ。もしかすると、そう言われると最初は不安かもしれないが、そのうちに、この強力な引き寄せの法則の公正さや一貫性、確実性をありがたいと思うだろう。この法則を理解し、何に関心を向けるかに注意を払うようになれば、自分の人生をコントロールできるのだから。そして、自分に叶えられない望みなんてないこと。望まないものは自分の人生から追い出すことができることが分かってくるんだ。引き寄せの法則を理解し、あなたの思考や感情とあなたの人生経験に現れてくるものが間違いなく関連していることに気づけば、あなたは自分の思考を刺激するものについて一層気をつけるようになる。例えば、本や雑誌やテレビ、他の誰かの経験を見たり聞いたりすること、あなたの思考はそうしたものに反応する。そして最初は取るに足らないその思考が関心を向け続けると引き寄せの法則の働きでどんどん大きく強くなっていく。このことが実感としてつかめてくると、あなたは自分が経験したいと望むことに思考を向けたいと思うようになる。
過去のことを思い出していても、目の前のことを観察していたとしても、未来を想像していたとしても、それはあなたが今考えていることだ。あなたが思考を集中させていることが何であっても、今考えていることによって波動が生み出され、その波動に引き寄せの法則が反応する。はじめはあなた一人で何か特定のことについて思い巡らせていたとしても、その状態が長く続くと、次第に周囲の人もそのことについて話し始めるよ。引き寄せの法則がよく似た波動を持つ人を探し出して、あなたのそばに連れてくるからね。思考を集中させている時間が長ければ長いほど、その力はどんどん大きくなる。そして経験の中にその証が次々と現れてくるんだ。望むことであっても、望まないことであってもね。内なる存在との一致は感情でわかる。あなたは目に見えるその体だけの存在ではないよ。あなたは地球という物質世界で人生を作り上げる素晴らしい存在であると同時に、目には見えない次元にも存在しているんだ。あなたの目に見えない部分、それを内なる存在と呼ぼう。それはたった今も存在している。あなたの感情は、あなたと内なる存在の関係性を具体的に教えてくれる。例えば何かが起こって、あなたがそれについてしくじったとか、もっとこうすればよかった、自分はなんてダメなんだと思ったとする。でも内なる存在は、君はよくやった、賢明だし素晴らしいと思っている。あなたの内なる存在はいつでもあなたにとって一番いい考え方をするからね。この時、あなたは落ち込んだり、後悔したりといったネガティブな感情を感じているが、その感情はあなたの考え方が内なる存在の考え方とずれているよ、というサインだ。一方、自分自身を誇りに思い、自分や誰かに対する愛を感じている時、あなたの思考は内なる存在ととても近くなっている。この時、あなたは誇り、愛、感謝といったポジティブな感情を感じる。それはあなた自身の考え方が内なる存在の考え方と合っているというサインだ。そしてあなたが明るく前向きなポジティブな感情でいるとき、あなたはいいものを引き寄せる。言い換えると、あなたがいい気分でいればより良いものがあなたの前に現れるんだ。つまりあなたが望むことを引き寄せようとしているのか、望まないことを引き寄せようとしているのか、感情が教えてくれるんだよ。引き寄せの法則を知り、思考が物事を引き寄せているとわかると、すべての思考を監視しようとし始める。でも、人はあまりに多くのことを考えすぎるから、すべての思考を監視することは至難の業だ。思考を監視しようとするよりも、あなたの感情に注意を払った方がいいよ。愛あふれる、内なる存在と調和しない考えを持つとき、あなたは違和感を覚える。その時は、あなたが気分よくいられる考えに切り替えるんだ。あなたは、実はこの世界に生まれた時から、この素晴らしい感情というナビゲーションシステムを利用できるということを知っているんだよ。あなたが感じる感情を通して、内なる存在の英知に沿っているのか、それともずれているのかがわかるんだ。あなたがあなたの望むことを考えるとき、明るく前向きな感情を感じる。逆に望まないものを考えるとき、暗く嫌な感情になる。感情に注意を払えば、いつだってあなたという強力な磁石が何を引き寄せようとしているかわかるんだ。現状を変える方法。多くの人は人生においてうまくいっていることはそのまま続いてほしいと願っているけれど、変わってほしいと思う部分もあるだろう。物事を変えるには、その現実をありのままに捉えるのではなく、自分の望むように解釈しなくてはいけない。普通、あなたの関心や思考は目の前の現実に向けられている。さらにあなたは周囲の他人の目も気にしている。あるがまま目の前の現実に関心を向けている限り、変化は起きないか、起きたとしてもとてもゆっくりだ。あなたの経験により良い変化を起こすためには、現状と他人の目を無視して、こうあってほしい
ということに関心を向ける必要がある。練習すればあなたは関心の向け方を変えることができるし、関心を向けることを変えれば現実は必ず変わる。病気を健康に、貧しさを豊かさに、問題のある人間関係を良好な関係に変える、などということができるんだよ。目の前の現実をただ眺めるのではなく、思考を意図的に方向づけるんだ。そうすれば、あなたの波動が変わって、引き寄せられてくる現実も変わる。これまでの人生とは違う人生を歩めることになり、もう他人に振り回されることもない。あなたは、自分の人生を力強く意図的に引き寄せることができるんだ。あなたの現実が今どんな状態であろうとも作り変えることができる。必ずね。もし自分の体が健康でなくても、容姿が気に入らなくても、毎日が楽しくなくても、つまらない人たちと顔を合わせないといけないとしても、それがあなたの現実だったとしても、これからもそうである必要はないということを分かってほしいんだ。あなたの現実はその時点でのあなたの、あなた自身に対する感じ方が現れているだけなんだ。自分の望みを知るために多くの時間が必要だろう。あなたがやるべきことは何を望むかを思い定め、決めたらそれに集中することだ。望むことを考えて、考えて、考えるんだ。そうして、内なる存在から明るい感情が湧き上がってくるのを感じるんだ。心地よい感情を伴った思考を巡らせれば巡らせるほど、あなたの呪力は強くなっていく。これが望みを叶え、思い通りの人生を歩む方法だよ。今日はもう人生最初の日ではない。あなたが地球に生まれてから随分と時間が経ってる。その時間のほとんどを自分の望みや思いではなく、他人から自分がどう見えるかということを元にして生きてきた人が多いだろう。それが多くの人が今の状況は自分の望むものではないと感じる理由なんだ。あ、エイブラハムってこういう感じで話が進んでいく内容だったんだと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。僕も元の方を読んだことがありますが、驚くような内容であるのと同時にとても難解で、一度通しで読んだだけではなかなか理解できなかったことを覚えています。それに比べると本当に読みやすくってかなりボリュームがあるのですが、すぐに内容自体をワクワクと楽しむことができ、最後まで読み切れてしまうと思います。本動画では本当にほんの触りだけのご紹介なのですが、実際はエイブラハムからのメッセージがとにかくたくさん詰まっていますし、さらにおよそこちらが考えるであろう疑問などもすべて答えられています。それらを読むと、ああ、引き寄せってこんな感覚なのかも、と改めて体感できるような気がします。引き寄せに興味のある方だったら、エイブラハムとの対話は一度は読んでみて全体感を掴んでおくと、その後のいろいろな本を楽しむことができるだろうなって思ってはいたんです。そういった意味で、本書、奥平さんによる跳躍版を読んで、エイブラハムってこんなことを言っていたんだ、というのを感じてみてもいいと思います。もちろん元となる方は原書に忠実にというポイントがありますので、より実際のメッセージを楽しみたいという方はこちらも読んでみてもいいかもしれませんね。本チャンネルではこれまで海外翻訳本をいくつも紹介しており、その度ごとにお伝えしているのは文章が難解でもそれを読み解く楽しさもあるということ。よりじっくりと本と向き合ってみても面白いですし、僕は両方の本を読み比べてその伝え方の違いなんかを楽しんだりもしていました。ちょっとマニアックな楽しみ方ですけどね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で3つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。